井上育太郎から1965年5月7日は日本の陸軍軍人。陸士4期、陸大14期。最終階級は陸軍大将。山口県出身。井上製造の次男。山口町街道学校を経て、1893年7月に陸軍士官学校を卒業し、公平第五大隊府。公平第五大隊長。 上原祐作公平少佐の地遇を得る。1894年3月、陸軍公平少尉に任官。日清戦争に出征し、不山形状の電信戦付設に従事した後、王力校とか作戦に参加。1895年11月に、陸軍方向学校に入校し、要塞戦術への関心を高める。1896年11月、 陸軍方向学校を卒業し、1897年12月、陸軍大学校に入校。陸大在校中の1900年7月、義和団の乱が勃発すると、公平第五大隊中隊長として出征し、北京城の城門を爆破して城内への突撃路を開く武功を挙げた。同年10月に陸大に復興し、12月に卒業。 1902年2月に参謀本部部員となると要塞戦術の研究のためにドイツ帝国への私費留学を志し参謀本部総務部長の田村伊予造少将の配慮により3年間の留学期間1年につき1000円の補助金を与えられ同年6月にドイツに赴きベルリンで築城を研究。1904年2月に 日露戦争が勃発すると、私費留学を2年弱で切り上げて、同年4月に基調。第三軍参謀として出征し、旅順後為戦において、行動掘りによる攻撃を検索した。戦後、ドイツ駐在、参謀本部部員、工兵第十代隊長、陸軍省軍務局工兵課長、軍事課長などを経て、1916年8月、陸軍省省に進級。 陸軍運輸部本部長、交通兵団司令部付、初代航空部本部長を歴任。1920年8月、陸軍中将に進級し、第三師団長、軍事参議官、航空本部長を経て、1927年2月、陸軍大将に新任され、1933年3月、予備役に編入された。1937年2月、 帝国在京軍人会の最後の会長となった。井上は山口県出身であったが、公平家の先輩である上原優作から高く評価され、上原罰の一員として徴用された。ドイツ留学中、駐在中は頻繁に上原とやりとりし、その後公平争点の編纂委員長に起用された。この時、上原と公平館の落合と与三郎は意見が合わず、 上原が頼りとしたのは井上であった。田中義和が陸上候補問題を起こした後も、上原罰と長州罰の間でうまく立ち回ることに成功した。航空戦力などの思想が上原と共通していることや、それまでの功績もあり、他の山口県出身者が次々と予備役入りさせられる中、公平家出身では3名しかいない陸軍大将の一人となった。 ありがとうございます。